深夜トランズは、深夜トランズコミュニティによって、アーティスティックライセンス2.0で、開発、公開されている、交通機関を運営し安定した経営を目指すことを目標とする経営シミュレーションゲームである。本校では、その派生版である深夜トランズエクステンディッドについても、解説する。マルチプラットフォーム対応のコンピューターゲームで、Microsoft Windows Mac OS iOS Linux、 ビスで動作する。2016年5月25日より、スティームクライアントによる提供も開始されている。もともとは、1997年により、ハンスルクマルトハナーによって、クローズドソースで制作が始まり、ハンスルクが退いた2004年12月以降は、マルクス・プリストフゼクを中心とするコミュニティが開発を引き継ぎ、オープンソースプロジェクトとなった。 マルクスらは様々な新機能の追加やバグフィックスを精力的に行っており更新版が頻繁にリリースされる安定版リリースのほかナイトリービルドと呼ばれる開発中の機能を搭載したリリースも提供されるまた現在では有志のプログラマーが公式フォーラムを通じてバグの修正や新機能追加といった様々な作業を手伝っているべてのユーザーは バグの報告やアドオンの制作を通してゲームの開発に貢献することが可能である。開発開始からおよそ20年以上が経過した現在でも新機能の追加が行われている。2009年にはジェイムス・ポッツ氏による深夜トランズエクステンディットと呼ばれる標準の深夜トランズには含まれないダイヤ設定機能などの高度な機能の実装を行う。 深夜トランズの機能拡張版の開発がスタートした。さらに2017年から道路交通の機能拡張に主眼を置いた姫氏氏による深夜トランズオットープの開発もスタートしている。プレイヤーはゲーム開始時にマップを作成し、街や工場などの需要に応じて各種の交通機関を建設して収益を上げていく。マップ作成時には 起伏や街の数などの様々な設定を変更できるため自分好みのマップを作成できる。ゲーム内で使用できる交通機関には鉄道、路面電車、軽便鉄道、モノレール、リニアモーターカー、自動車、船舶、航空機がある。旅客、貨物を輸送することができ、その収入によって利益を得られる。輸送にはコストがかかるため、その採算が取れるように建設。 運営していかなければならない。3ヶ月以上連続して収益を上げられない状態が続くと破産となる。破産となった場合は破産したプレイヤー会社が所有する道路や線路、車両はすべて売却される。ある程度の年月や季節が実装され、設定された時期になると新しい乗り物が登場する。ただし、その設定を無効に設定した場合とパックセット側で、 登場年月を指定していない場合については、最初から登場する。シナリオと呼ばれる、一定の条件を達成すると、クリアとなるものも存在する。シナリオは、プレイヤー自身が作成することができる。プレイヤーは、プレイヤーカラーによって分けられた13個までの NPC と競えるが、NPC の AI はまだ発展途上である。プレイヤーカラーは30種類から選択させられ、 設定ファイルから RGB で指定することも可能である。NPC を追加する場合、旅客、または貨物専業から選ぶ。公共事業では、産業の設置、撤去や都市の人口の増減など、いわばマップの編集ツールに近い機能を使うことができる。また、ネットワーク機能が搭載され、オンラインでの最大14人まで、オンラインマルチプレイが可能である。 プレイヤーが運んで利益を得ることができるものは、旅客、郵便、貨物の3つに分けられる。旅客輸送は旅行者を輸送するもので、旅行者から距離に比例した運賃を徴収することで収益を得ることができる。旅客運賃は安く設定されていて輸送網の小さい、初期には旅客が過小で赤字になることも多いが、輸送網が広がるにつれて、 多くの旅客を運ぶようになると莫大な収益を得ることができる。郵便輸送は発生量が旅客よりも少なく、運賃も旅客より低いが少数の郵便車だけで大量に輸送することができるため費用対効果が比較的良い。一方で輸送網が小さいとほとんど郵便輸送を行えないためほとんど零収入ということも発生する可能性がある。 貨物はパックセットによって異なるが、石炭、石油、鉄鋼などの工業関係の貨物、穀物、魚、野菜、木材などの農林水産業関係の貨物を実装しているものが多い。貨物は関連する産業施設間のみでやり取りされ、市中に供給する必要はない。また、運ぶ貨物によって貨車の種類を適切に選ぶ必要がある。例としては石油であれば、 タンク車、石炭であればバラ積み貨車、魚であれば冷蔵車といった具合である。貨物収入により安定的な収入を得ることができるが、一方で輸送網を広げたりすることは難しい。電気は特殊な貨物の一つで、電気を産業に接続することで産業の生産量を増やすことができる。例としては、炭鉱から石炭火力発電所に石炭を供給した場合、 火力発電所が発電できるようになり、その電気を送電線で炭鉱に送ると、炭鉱の生産量が何割か、マしになるといった具合である。深夜トランズでは、鉄道、路面電車、軽便鉄道、モノレール、リニア、自動車、船舶、船舶航空機の8種の輸送手段が存在しており、これらの中から適切な手段の選択を求められる。また、 発電所で発電した電気の送電のための変電所、送電線も利用可能である。鉄道路面電車基本システムは鉄道と同一。軽便鉄道基本システムは鉄道と同一。モノレール基本システムは鉄道と同一。新交通システムもモノレールに分類される。リニア基本システムは鉄道と同一。自動車トラックやバスなどが分類される。 船舶貨物船や客船などが分類される。航空機旅客機や輸送機、飛行船が分類される。ツールは交通機関やマップを編集するための仕組みである。鉄道ツール鉄道及び関連する施設を建設するためのツールである。線路、駅、車両を配置するための機関庫、車両に電力を供給する電線、信号などを建設することができる。車両の購入は 機関庫から行うことができる。支電軌道と接続することにより、支電・軽便鉄道と相互に乗り入れが可能となる。駅には旅客・郵便・貨物の属性があり、属性が合致していない旅客や荷物は取り扱いされない。電力を動力とする車両を運行するには、線路に沿って電線を建設する必要がある。道路ツール道路および関連する施設を、 建設するためのツールである。道路、停留所、車両を配置するための車庫、道路標識、道路信号などを建設することができる。車両の購入は車庫から行うことができる。停留所には旅客、郵便、貨物の属性があり、属性が合致していない旅客や荷物は取り扱いされない。市電、軽便鉄道ツール市電や軽便鉄道及び、 関連する施設を建設するためのツールである。自電軌道、車両を配置するための自電車庫、車両に電力を供給する電線などを建設することができる。車両の購入は車庫から行うことができる。自電軌道は道路上に建設することができる。線路と接続することにより、鉄道と相互に乗り入れが可能となる。駅や停留所は建設できないため、 鉄道ツールや道路ツールで建設して利用する。モノレール、リニアツールモノレールやリニア及び関連する施設を建設するためのツールである。専用の軌道、駅、基地、信号などを建設することができる。車両の購入は基地から行うことができる。軌道は道路上に建設することができる。取り扱いする荷物の属性は旅客のみである。 船舶ツール船舶及び関連する施設を建設するためのツールである。運河、港、造船所などを建設することができる。船舶は海、河川、運河場を航行することができる。船舶の購入は造船所から行うことができる。港には旅客、郵便、貨物の属性があり、属性が合致していない旅客や荷物は取り扱いされない。 航空機ツール航空機及び関連する施設を建設するためのツールである。誘導路、滑走路、ターミナル、格納庫、誘導路標識などを建設することができる。航空機の購入は格納庫から行うことができる。ターミナルには旅客、郵便、貨物の属性があり、属性が合致していない旅客や荷物は取り扱いされない。スロープツールスロープツールは、 いわゆる聖地や山を作るためのツールであり、森土や霧土などで線路や道路を立体交差させるときに使う。しかし、隣接した土地より2段以上高低差が付けられないなどの制約が存在する。地下スロープと呼ばれる地下の線路や道路の高さを変える機能を併せ持っており、地下で高さを変えつつ立体交差をさせることも可能となっている。マップ編集ツールマップ編集ツールは、 マップ自体の編集及び都市や市内建築物や産業施設などを編集するためのツールである。プレイヤーを公共事業に切り替えて使用する。このゲームで重要な存在となっているのがアドオンと呼ばれる車両や建物といったオブジェクトごとの追加データである。これはテキストで記述された性能データと画像データからなり、それらはグラフィックソフトウェアとテキストエディターで オブジェクトごとに制作される。このダットファイルと PNG ファイルの一組をメイコブジでパックにコンパイルすることでシニアトランズで使用可能となる。そしてこの複数種のパックとマップやシナリオを集めてひとまとめに圧縮したものはパックセットまたはグラフィックセットと呼ばれる。シニアトランズにおいてはゲーム上に登場するグラフィックオブジェクトのみならず、 ゲームルールの定義もパックセットに含まれるものであるため、パックセットなしの本体だけでプレイすることはできず、プレイするには最低一つのパックセットが必要となる。このパックセットの作成、編集支援ツールパクエルパーが、南福岡社領市によって作成、公開されていた。ユーザー自身もアドオンシナリオマップを制作できる。ウェブサイトなどで公開されている。 多数のアドオンパックパックセットをダウンロードし、自分の深夜トランズに追加することもできる。パックセットの種類スクリーンショットパック、日本 V0.4、0夜トランズには、様々なパックセットが存在する。代表的なものは、パック64とパック128の2つである。パック64は、夜トランズにおいて、最も基本的なパックセットである。 最も基本のパックセットであるため難易度は比較的低い。パック128はパック64よりも後に公開されたが現在ではパック64と並ぶ代表的なパックセットの一つとなっている。パック64よりも難易度が高いがグラフィックが細密であるためこちらのパックセットで遊ぶユーザーも多い。パック64 パック128以外にもパック、日本やパック、ジャーマン、パック128、ブリテン、パック128、ジャーマンなどの様々なパックセットが公開されている。パックセットによって難易度やグラフィックが異なり、その個性も様々である。深夜トランズにはデフォルトで、初心者モードと呼ばれる初心者向けにゲームバランスを調整する機能が標準で搭載されている。そのため、 初心者が様々なパックセットで遊びやすいようになっている。マップごとにあらかじめ決められた一定の条件をシナリオと呼ぶ。パックセットと同様に多したようなものが公開されている。これはあらかじめパックセットとセットになっているが、シナリオは各パックセット間で自由に入れ替えられる。入手したシナリオを圧縮されている場合は回答した後に組み込みたいパックセット内にある。 シナリオディレクトリに配置する。なお、シナリオには API が用意され、それはスクイレルで記述されている。プレイする舞台となる場所の地形データをマップと呼ぶ。これも、パックセットと同様に多種多様なものが公開されており、シナリオと同様に自由に入れ替えられる。ユーザーが自作することも可能で、公式のマップ公開サイトも存在している。シニアトランズは、ユニコードへの対応によって、 多言語化されており、現在では15言と語に翻訳されている。日本語への翻訳に関しては、ゲームの基本的な部分は完了しているが、ゲーム内の一つ一つの建物に関するユーモアあふれる逸話は未だ完了していない。各国語への翻訳に関しては、深夜トラレイターと呼ばれるウェブサイトによって行われている。日本では、深夜トランズが広まり始めてから、ある程度の年数が経ち、 深夜トランズに含まれているほとんどすべてのテキストが日本語に翻訳された。また、有志によりウィキが開設され、公式ウェブサイトなどに掲載されているコンテンツが翻訳、提供されている。有志の中には動画共有サービスや SNS を利用して自分のマップをプレイ、解説する動画を公開している人も存在する。深夜トランズでは主に以下のイベントが主流となっている。 バトル深夜トランズ対戦型で複数人が参加し、セーブデータをやり取りして遊ぶイベント決められた一定の期間プレイし、そのデータを次の人へ渡して進めていく。ネット深夜トランズ本体に搭載されているネットワークゲーム機能を利用した最大12人までのリアルタイムマルチプレイ。深夜トランズ セーブデータ審査会決められたマップでプレイしたセーブデータを審査しそれに投票してもらうイベント。深夜トランズエクステンディットはジェイムス・ポッツ氏が中心となって開発している拡張版である。公式的に安定版はリリースされていないがナイトリービルドが頻繁に更新されており開発は非常に活発である。ナイトリービルドと言いつつもネットワークプレイ含め 安定度が高いため安心してプレイをすることができる。シニアトランズエクステンディットのプレイにあたっては専用に作られたパックセットを用いる必要がある。公式的に配布されているのはジェイムス・ポッツ氏らによるパック128ブリテンエクスとベス氏らによるパック128スウェーデンエクスの2つであり、ナイトリービルド版がブリッジブウォーターブルネルサーバーにおいて配布されている。 また、フェイルテーブルスシラによる日本風、パックセットパック 256X も2018年9月より配布されている。特にパック128ブリテン X はパックセットとして完成度が高く、産業革命の黎明期1750年から現代に至るまでプレイ可能でモノレール以外のすべての交通機関が実装されている。スタンダード版もあり、 現在最も充実したパックセットとなっている。以下では、深夜トランズエクステンディッドに特徴的な主要機能の一覧を挙げる。路線スケジュールウィンドウにおいて簡易的なダイヤ機能が実装されている。具体的には1月につき定期的に N 本発射させることが可能である。また、この機能を用いたダイヤ作成支援のため、駅間の所要時間測定機能も実装されている。 スタンダードでは、ルートコストに基づき移動経路が決定され、旅客を積載する順番は近距離客優先であった。これはたびたび別な旅客流動を発生させ、遠距離へ向かう客のみがひたすら駅に溜まり続けるという状況を発生させていた。エクステンディットでは予測される所要時間が最も短い経路を取るようになり、旅客を積載する順番も先着順となった。 これによって、より現実的な旅客流動が実現されている。また、自家用車による移動もシミュレートされていて、プレイヤーが提供する交通機関を使用するよりも、自家用車の方が早く到着する場合、旅客は自家用車を使用する。このため、プレイヤーは他プレイヤーとの競争のみならず自家用車との競争にもさらされることとなる。この機能により、20世紀前半までは、 自動車の速度が遅いため鉄道が優位になるが、モータリゼーション以降は、爆発的に自家用車が増えることとなる。なお、これを逆手にとって、高速道路を建設し、自家用車から通行量収入を得ることも可能である。以下に掲げる9種類の信号保安システムが実装されている。何も信号を設置しない場合は、自動的に無閉塞運転で運行される。 無閉塞運転ドライブバイサイト閉塞を作らずに、助行運転を行う。視認距離分だけ線路を予約する。何も、信号を設置しない場合は、自動的に、無閉塞運転で運行されるほか、閉塞終了標識の通過、スタッフ閉塞の終了、誘導信号の誘導現時等により、無閉塞運転に移行する。 時間間隔法タイムインターバル前の列車が出発してから一定時間経過した後に列車の進行を許可する。通常、注意現時5分、進行現時10分である。対面方向からの列車の運行の感知をしないので、伏線のみで運行が可能である。何らかの原因により、先行列車に追いついた場合には緊急停止を行い、現実と異なり事故には至らない。 電信を用いた、時間間隔法タイムインターバルウィズテレグラフ前の列車が出発してから一定時間経過した後に列車の進行を許可する。通常、注意現時5分、進行現時10分である。対面方向からの列車の運行の感知をするので、単線においても運用が可能となる。スタッフ閉塞式ワントレーンスタッフ一区間に一つだけ、 存在するスタッフを通行手形としてスタッフを所有している列車のみが運行可能な閉塞化方式である。通常、単線の末端区間で使用される。タブレット閉塞式トークンブロック1区間に複数存在するタブレットを通行手形としてタブレットを所有している列車のみが運行可能な閉塞化方式である。主に単線区間において使用される。 送信閉塞式アブソルートブロック信号書同士で連絡を取り合い閉塞を作る方式で主に伏線区間で使用される深夜トランズス,スタンダードの信号に似たシステムである自動閉塞式トラックサーキットブロック軌道回路を用いて自動的に閉塞を作る方式で伏線単線両方で使用することができる車両の制動距離や運行頻度に応じて 2現時から5現時の信号を誘導信号の有無を選択できる。例えば5現時信号であれば、停止、警戒、注意、減速、進行の信号を表示可能である。車内信号閉塞式車内に設置された車内信号により現在運転可能な最高速度を表示する方式で、現在の車両の制動距離分だけの閉塞を予約することができる。 移動閉塞式現在の車両の制動距離分だけ予約することができる。駅下に信号の設置を行う必要はなく、出発信号としてトークンを置くだけで機能する。これらの信号を使用するためには対応する信号呼基書の設置が必要である。この鉄道信号システムはルジのゲームには見られない、あるいはあったとしても単純な閉塞システムがあるのみである。 この信号システムの存在は、深夜トランズエクステンディットを特徴づけ、複雑な鉄道の運用の実現や年代による信号システムの変遷のシミュレートまで行うことを可能にする。旅客には浮遊度によるランク分けがあり、標準的なパックセットであるパック128ブリテン X では、旅客5クラス、郵便2クラスに分かれている。 低クラスの旅客はそれより高いクラスの座席に乗ることができないが、高クラスの旅客はそれより低いクラスの座席に乗ることができる。クラスに応じて異なる運賃収入や快適度が設定されていて、クラスをバランスよく配置することが利益を得る上で重要となる。高いクラスの席に乗るかどうかは、旅客の乗車時間とその席が提供する快適度の比較によって行われ、 たとえ、当社に乗れるだけの財力のある旅客であっても、乗車時間が短ければ要求する快適度を満たす二等社ないし三等社に乗ることになる。このため、短距離客が中心の近郊列車では三等社のみ、長距離客を乗せたい急行や特急列車では二等車の連結をしてサービス向上を行うといった工夫により、収益性を向上させることができる。 食堂車やビュッフェ車といった車両を運行し、車内サービスを行うことによって快適度を上げ、車内販売による利益を得ることができる。移動郵便局では、車内で仕分けを行うことによって乗り換えにかかる時間が短縮され、追加収入を得ることができる。車両は運動方程式に基づいて運動するようになった。具体的には、鉄道車両は低トルク領域と低出力領域を持ち、 さらに転がり抵抗と空気抵抗、カーブ等による摩擦抵抗を加味する。また、道路や線路の軸重制限による速度制限もなされる。機関や運河の幅など、規格の違い、河川の硬直、電圧の違い、小さいトンネル断面、路面軌道等の制約が実装可能である。現在、オットープと呼ばれている。 道路車両の追い越しパッチをエクステンディッドに移植したもので道路の一方通行属性負荷による追い越し屋に車線への平行停車などが行えるようになっている。電気を市街地へ供給し送電収入を得ることができるようになり、さらに市街地の発展を促進する効果を得られるようになった。2019年現在配布されていない。深夜トランズ。 アップストア現実世界のドアカットにあたる機能は存在せず、ホームからはみ出した運の乗降、積み下ろしは行われない。交差する道路が渋滞している場合、鉄道側は自動車がいなくなるまで待たなくてはならない。最も鉄道線から直接乗り入れることが可能なため、この問題は事実上障害となり得ない。チュートリアル、メイコブッチ。2015年5月30日閲覧。 http コロンスラッシュスラッシュ m i n a m i ダ s f u k u o k a.s y m u t r a n s ドッ t スラッシュパクエルパーハットシンヤトランズスクイレル API 2015年5月30日閲覧シンヤトランズマップス2016年4月19日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ s

スイスラッシュリリースありがとうございます。